本質に迫ります。はいどうも、弱小サラのタラです。今日はですね、激アツ商品の見つけ方、仕入れ方というテーマでお話ししていこうと思います。まずですね、これ皆さんにね、一つ質問があるんですけども、皆さんはなぜ背取りを始めましたか？これですね、人によってね、様々あると思います。例えば僕はですね、もう会社が嫌で嫌で仕方がなく、その会社員生活から脱却するためにこれ背取りを始めて、これ脱サラっていうのをどうしてもね、やりたいっていうこの目標で背取りをね、始めたわけなんですけども、でそれとは別にですね、例えば将来に対する漠然的なね、お金の面での不安っていうのをですね、なくしたいなとか、あとお金貯めて資産運用でね、ファイアしていきたいなとか、あと僕と同じようにですね、もう今すぐ会社を辞めれるような、そういう状況に持っていきたいなみたいな、まあ人それぞれね、様々あると思うんですけども、僕の視聴者さんはこれどちらかというとお小遣い稼ぎみたいな、2万円3万円くらいを毎月稼いでちょっと贅沢しようかなみたいなっていう人って、これ意外と少なくって、長期的に長く稼ぎ続けられるような、そういうような状況にしていきたいっていう人がすごく多いわけなんですよね。でそれをしていこうと思ったら、店舗せどりとかに行って、これワゴンとかポップとか見て、たまたまラッキーでこの利益商品とかを見つけていくっていうやり方だと、やっぱね、月の収支ってすごいね、ガタガタしてしまって、なかなか安定しないし、ずっと長く稼ぎ続けるって難しいわけなんですよね。だからそのラッキーとか運とかに頼らずに、しっかりと計画的に利益商品、激アツ商品っていうのを見つけていかないといけないわけなんですよ。これ激アツ商品を見つけていかないといけないっていうのが結構ポイントで、これどういうことかっていうと、月20万とか30万とかそれくらいの利益をね、出していこうと思ったら、一商品で何万とか何十万とか、こういう利益を取っていかないとなかなか難しい部分がやっぱあったりするわけなんですよね。だからそういう商品をいかに上手に見つけていけるのかっていうのがですね、この長期的に稼ぐ上でのすごい大切なポイントになってくるわけなんですけども、だから今回はですね、そこのですね、いわゆる激アツ商品っていうところをどうやって見つけていったらいいのかっていうのをですね、お伝えしていこうと思います。で今回の動画はどっちかとテクニックよりというよりかは、ちょっと本質に迫ったような内容になってますので、これから背取り始めるよっていう方は今回の内容知っておいて損はないかなと思いますので、ぜひねこの動画最後まで見ていただけたらなと思います。それでは本題の方入っていきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、ちょっとねやっていこうと思うんですけども、いわゆるですね、この激アツ商品ってね、どういう商品かっていうと、価格差がすごく取れるような状態だけれども仕入れもできるっていう商品、こういう商品がですね、いわゆる激アツ商品になってきます。例えばなんですけど、こちらの商品はですね、フェルトナっていうゲームの、スイッチのね、限定版の商品になるんですけども、こちらの商品ですね、今 Amazon で2万4000円とかになってまして、これのね、定価って1万5000円なんですよ。もうめちゃくちゃ高騰してて、もし仮に仕入れることができたら、もうこの商品だけで、まあ多分6000円、7000円くらい利益出るかなっていう、もうそのレベルのね、商品になってくるわけなんですけども、じゃあこの商品今仕入れができるかっていうと、できないわけなんですよ。もうこの商品どこ探しても在庫なんかないんですよね。っていうような感じで、要するにこの利益はすごく出てるけど、この仕入れができないっていう状態だと、やっぱ熱い商品とは言えないんですね。だからこういうね、利益は出るし、仕入れもできる。そういうね、商品を見つけていかないといけないんですよ。で、これですね、まずで一番最初皆さんに理解しておいてほしいのが、そもそも、まあ先ほどの商品も含めて、商品の価格っていうのは、需要と供給のバランスで成り立っているというふうにね、ここをまずしっかりと理解していくことが重要です。イメージしてもらったら、もう需要と供給がいわゆるシーソーみたいな感じになってるんですよ。この供給の方にガタッと傾いたら価格がグーンと下がるし、このシーソーで需要の方にグッと傾いたら価格がググッと上がっていくと。いう形になってくるわけなんですね。で先ほどのですね、ペルソナの、ね、商品はもう2万4000円になっていると、1万5000円の商品が2万4000円になっているので、この需要と供給のシーソーでいうと、需要側にガタンと傾いているような商品ですね。だからあれだけ価格が上がっているわけなんですけども、ここをね、まずしっかりと理解しておかないといけないです。ここを理解すると、先ほどの商品の2万4000円の商品も、なんですけど、この商品もですね、いわゆる定価1万5000円で Amazon で売っていた時代っていうのがあるわけなんですよ。で、その時代から時が経つにつれて、需要と供給の供給がね、少なくなって、需要側に傾いて、価格が上がっていったわけですね。なると、この価格が上がりきったらね、仕入れはできないんですけど、この上がっていく途中みたいな、上がっていくこの途中のところで仕入れができたらめちゃくちゃ美味しいわけなんですよ。要するに1万5000円の商品が、例えば1万8000円とか、1万9000円とか、くらいの段階だとまだ仕入れもできるし、利益もね、すごい取れるみたいな。
で、その段階でね、商品仕入れて売っていったらすごい利益が取れてくるわけなんですけども、っていうような感じで、そういう商品を見つけていく必要があるという形になってきます。で、それを見つけていこうと思ったら、この商品に対する需要が出るパターンっていうのをですね、しっかりと理解しておく必要があります。これね、価格がぐんって上がる要因ですね、いわゆる外部要因っていうふうに言われるんですけど、ここでですね、需要のね、外部要因っていうのはですね、大体ね、代表的なのが3つあります。それがですね、映画、季節、発表、この3つになってきます。この3つ以外にもまあいろいろあるんですけども、大体この3つ押さえておけば激アツ商品っていうのは毎月見つかってくるかなと思います。で、それですね、ちょっと一つずつね、順に説明していこうと思うんですけども、まず一つ目の映画。映画はですね、まあ今ね、Netflix とか Amazon プライムがあるんですけども、まだまだですね、やっぱこの映画館で放映されるこの映画っていうのはですね、影響力がもう半端じゃないんですよ。例えばなんですけど、今年ですね、こちらのような、シン・ウルトラマンっていうのがですね、公開されました。皆さんもね、覚えてる方いらっしゃると思います。シン・ウルトラマン、今年ありましたよね。あの映画ですね、ものすごいね、人気がありまして、で、当時ですね、このウルトラマン関係の商品がね、軒並みあの映画の影響で価格グワって上がっていったんですよ。それのね、例えば代表例としてはこちらの商品とか、これですね、シン・ウルトラマンのフィギュアになってくるわけなんですけども、まあ、こちらの商品ですね、キーパの画像を見てもらうと、こんな感じで、だいたい5月あたりから価格がグググググって上がってきていると思います。で、これで、ね、なんで5月に上がっているかっていうと、このシン・ウルトラマンっていうね、この映画が公開されたのが5月2日なんですよ。で、その5月2日を迎えて、いきなり価格がね、この影響によってグーって上がってきてるわけですね。で、これね、もう今じゃ仕入れようと思ったらできるかっていうと、まあ結構難しいんですよ。もう価格上がりきってるんで、店舗にもないんですよね。でも当時ですね、価格が上がっていく最中であれば、全然仕入れができたわけなんですよ。っていう形で、どういう映画がこれから公開されるのか。で、公開された直後とかですね、どういう商品の影響はどういう風な感じになってるのかとか、こういうところをしっかりとリサーチしたりとか見ておくことで、この熱い商品、美味しい商品っていうのが見つかってくるという形になってきます。だから本当ね、例えば映画 .com とか、映画の専門サイトとかあったりしますので、どういうものが放映されるのかっていうのはしっかりとチェックしておいていただけたらなと思います。まあ、例えばそれこそ来月とかだと、今11月なんですけど、来月とかだとね、スラムダンクっていうね、このバスケットボールのアニメがね、映画化されるわけなんですけども、アニメというか漫画か、スラムダンク僕漫画を読んでまして、めちゃくちゃ面白いので、コンテンツとしてはですね、もうね、バズる要素しかないんですけども、あとはね、この映画がうまくね、表現できていたら、その商品、関連商品とかも軒並み上がってくるかなと思います。っていう形で、このね、映画関連の情報っていうのはしっかりと、ゲットしていっていただけたらなと思います。二つ目の季節なんですけど、やっぱね、この季節っていうのもすごく大きな要因で、これやっぱ日本には四季っていうのがあるわけですね。春、夏、秋、冬と。で、その中でも、夏と冬。この二つの季節商品っていうのはやっぱね、価格が上がる要因ですごく大きいです。例えばこちらの商品とか、これですね、電気毛布の商品なんですけど、今年ですね、今結構上がってきておりまして、で、これね、去年の冬も同じように価格上がってきてるんですよ。っていうような感じで、まあ、これですね、やっぱ季節によってね、その季節商品っていうのがあるわけなので、そういう商品を見ていくことで、結構ね、価格が上がってきた段階で商品仕入れられていったりとか、っていう形になってきますので、冬はこういう温まるような、季節商品ですね、夏だったらこのひんやり商品とかね、冷感スプレーとかっていうようなね、そういう商品とかをね、結構リサーチしておくと、もう利益も取れるし仕入れもできるってね、美味しい商品見つかってきますので、ぜひね、この季節商品っていうのも見ていっていただけたらなと思います。で、次3つ目が発表っていうことなんですけど、発表って何なのかっていうと、要するに商品にまつわる発表ですね。例えばこちらの商品、これですね、ゲームのグランブルファンタジーっていうね、ゲームソフトの商品のキーパーの画像になってくるんですけど、この商品ですね、これ見てもらったら、大体ですね、1月20日あたりから価格がぐぐぐって急上昇してるんですよ。これ一体何があったのかっていうと、グランブルファンタジーっていうね、このゲームソフトの中身の発表があったんですよ。で、それでユーザーがですね、これめちゃくちゃすごいゲームだって、めちゃくちゃ画質もいいし面白そうだっていう反響があって、価格が一気に高騰したっていうような感じで、これゲームソフトじゃなくて、例えばトレカとかでもトレーディングカードの収録内容の発表があったりすると、それに伴って価格が上がったりとかっていう形で、この商品にまつわる発表っていうのがあると価格ってすごく影響あったりしますので、だからそういうのはね、どちらかというとツイッターとかですね、ツイッターとかで日々ね、毎日リサーチしていると、あ、こういう発表があってとか、いいねがめっちゃついていたりとか、リツイートがめちゃくちゃついていたりとか
で、そういうものはですね、結構ね、何かしらの発表があって商品の価格にすごく影響していたりしますので、っていうような感じで商品にまつわる発表っていうのをしっかりとツイッター上でリサーチしておくことで、結構激アツ商品とかも見つかるようになってきて、大きな利益っていうのもね、見込めてくるかなと思います。っていうような感じで、この外部要因、大体ね、この3つの代表例、この3つ押さえていれば熱い商品は見つけれるようになってきますので、ぜひですね、この外部要因っていうのをしっかり理解して、需要と供給っていうのも理解して、商品のリサーチっていうのをやっていただけたらなと思います。というわけで、今回ですね、激アツ商品の見つけ方というテーマでお話ししてきました。今回のお話をまとめるとこんな感じ。やっぱりですね、背取りってですね、このテクニカル的なところもやっぱ、まあ、すごい大切ではあるんですよ。リサーチ方法でも店舗のね、このコーナーは見るべきとか、このポップは見るべきとか、まあそういうのもね、もちろんね、ダメってわけではないんですけども、どっちかというとやっぱ需要と供給とかね、商品知識とか、まあそういうね、背取りの本質的な部分をしっかり理解していくと、このテクニック的なところは自分で編み出せれるようになってくるんですね。この自分の住んでいる環境とか、使える時間とか、持っているお金、それの3つが組み合わさって、自分なりのテクニックとかね、セドルのやり方みたいなところが見つかってきますので、だからまずはしっかりと一番最初理解しておかないといけないのは、この商品の需要と供給っていうところが商品の根幹になっていて、そこのバランスによって利益が取れてくる商品、取れない商品っていうのが、見つかってくるという形になってきます。この需要と供給っていうところにすごく影響力あるのが、今回お話ししたね、この外部要因みたいなところになってきますので、ぜひこういうところを踏まえてやっていっていただけたらなと思います。で、こういうところをしっかり理解していくと、本当に長期的に毎月20万とか30万というかの収益は背取りで見込めてきますので、僕自身もこういうところを理解して、脱サラっていうところまでなんとかね、こぎつけることができましたので、本当にね、将来的に、ね、こういう風になりたいとか、生活とか人生変えていきたいなっていう方は、しっかりと背取りの本質っていうところを理解しながら進めていっていただけたらなと思います。実際ですね、背取りやっていく中で、こういうところを理解してもなかなか利益者に見つからないなとか、そもそも自分の考え方とか方向性って合ってるのかなとか、やっぱこういうところでね、つまずいてしまう方ってすごく出てくると思うんですよ。で、その際にですね、全て YouTube だけで解決しようと思ってもなかなか難しいところがあるんですよね。その際はぜひこの動画の概要欄にあります公式 LINE の方に直接ご相談いただけたらなと思います。ご相談いただけたらですね、まあ、今回のお話のようなね、本質的なお話からテクニックの部分まで直接 LINE の方でアドバイスとかもさせていただいておりますので、ぜひお気軽にご相談の方いただけたらなと思います。というわけで、こんな感じでこれからも副業でまずは背取り始めていって、ゆくゆくは自由な生活をつかみ取るぜっていう方に向けた、背取りの動画っていうのを発信していこうと思っていますので、ぜひ背取りについて勉強したいとか、背取りの本質を学びたいっていう方はチャンネル登録ポチッと押していただけたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。